はい、こんにちは。鳥取市の繁華街いろは堂です。本日はですね、印材の中でも、最もお買い求めやすい値段の、つげという印材を紹介したいと思います。こちらのつげという印材はですね、つげという木を、削り出して乾燥した印材です。日本ではですね、昔から櫛であったり、根付けなんかの彫刻品ですね、あとはまあ将棋の駒であったり、そろばんの玉なんかにね、使用されてまして、本当に昔から日本人には馴染みがある印材ですね。日本に生えている木の中では、非常に目が細かくて硬い、あと油や、朱肉に強く変形や割れが生じにくいということで、古くから印材として使われてきた、印材になります。手に入りやすいのでね、価格は安い部類になります。伝統的なものの中では一番安い部類になるんですが、一つね欠点がありまして、ちょっと乾燥などに弱いということですね。ですので、あまり長年は持ちません。大事に使っていただければね、絶対に持たないというわけではないんですが、どうしても普通に、使っているだけでも乾燥でひび割れたりということがあります。見ていただいてわかりますかね。この、今右側にある印材、これまだ彫刻してない印材なんですけど、ちょっとひびが入ってますね。これも長年、置いておいたということで、乾燥して自然に割れてしまったというような状態なんですが、ただこのね、掘ってない状態でもこうやってひびが入りますので、ここに細かい彫刻が入るとより、割れたりしやすくなります。ですので、長く使用される実印であったりね、若い方の実印や銀行印なんかには、あまりおすすめしませんし、会社の、印鑑なんかでも、とりあえず急ぎでとかね、安いのがいいという方にはおすすめするんですが、長い目で見ると結局割れてしまうとね、作り直さないといけなくて高くつきますので、基本的にはあまりおすすめはしていない印材です。木ですので朱肉を吸い込んでしまって、どうしても柔らかくなってくるのでね、長く使うとかけやすくなりますので、安くて、おすすめなんですが、値段としてはおすすめなんですが、その辺の踏まえてご検討いただければと思います。本日はつげ印材ご紹介させていただきました。